はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。バハの塔に向かうところですね。とりあえずこっち側でいいのかな。これツタこれさ、ロッククライミングちょっといけないんだけどロッククライミングをしようとしてた。こっち側もねちょっと見とかないとね、何か素材があるかもしれないんで。なかったけど、よいしょ。すげえよなロッククライミングできるよね実際。こんなジャンプしてるんだったら、これなんか下に落ちそうだな、このまま行くと。一応こういう景色か。でこっちの方にも特に草とかはないね。地図をね 100% にしようとするとこういうところも多分埋めていかないといけないから大変だよな。地図 100% って超大変じゃない、そうすると。おお、斜めってるね。まあそりゃそうなんだけど、バハのシャドウ、斜めになってる。でもこういう斜めのところってさ、歩いてるとちょっとね酔うんだよね。思った以上に傾いてる。早速前方に敵がいるな。あっ、よーし。あ、こいつも敵か。ビーム砲出してくるね。こっちに行くかと、周りもあるんだよな。ちょっと周りから固めていこう。あ、このね40使うこの技がね強いんですよね。ただスキルゲージをめっちゃ使うからな。こいつはランスで突進してくるね。おお、ジャンプしてきた。あれ、これ何、一周回っただけ。もしや、これこっから入ってきたんだよね。ってことはこっちか。一応周りを見ていこう。あれ、さっき敵いなかったっけ。全部倒したか。特に何にもない。イベントポイントはこれ多分上だよね。この光っているものは、うん、大きな施設には地脈から力力が供給されているの。ゴーレムたちも動いているし、まだ設備が生きているみたいだね。すごいな。あー、入っちゃった会話の途中だったけど、まあしょうがない。お、来てる来てる、行って行って行って。うわ、敵の数がすげえな。なんか、とこっちも一応回避していくか。あ、何かあるよ。石膏石、うわ、こっちにもいるのか。こいつは動かないね。どっから湧いてくるんだ。ほら、で上に行けばいいのかな。ここもいるね。まとめて倒す。おー、敵こいつも来た。ん、なんだ、どっちだ。どっちから行っても一緒っていうパターンか。真ん中で合流する。ここにも石膏石と。デクタイト鋼はね、
貴重だからね、まあ、貴重っていうかいっぱい使うんですよね。おいて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 、今さなんか鉄鉱石下に落っこってかなかった。宝箱のマークがあるけど、これは壊せるやつか。ただ古代の金貨なんでこんなとこに金貨置いてたので、あそこは鉄鉱石らしきものだけかな。あ、宝箱あるね。氷塊薬、あとはこっちか。あとした、あ、ゲージがないんだ。奇妙な塊ばっかりだな。で、上に登っていくと、あれ宝箱あっちにあるしね。ちょっとあれを回収していこう。こっちか。これは壊して、あ、ここね、ここ。ブレードリング3、アクセサリーはな、ちょっと時間のある時に整えよう。で、ちょっと待って迷った。こっち来て、こっちか。で、登っていくと、で、次のマップか。マジでなんでこんなさ塔を建てたのここ研究施設でしょ、だって不便この上ないな。おお、ガーディアン多すぎだろ、ただの研究施設にしては。おい、たたたたた、鉱石を回収して、で、上に登っていく感じか。台座に、お、テクタイとこう。いやー、なんかでかいやつがいいね。ちょっと待って、待って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 、何かの装置、何が、てか硬い、こいつあれか、リコッタちゃんでいくか。ほら、よーし、ダウンさえすれば、あとはこっちのものだ。ウォーターシュート、てかなんかあれ落車になってるし、なんか喋ってたけど全然聞いてなかったな。お宝発見、ああ武器か、すげえ罠に見える。こっちでいいのか。なんかマップがさ、あれなんだよね、立体的だからさ、地図だけを見ても宝箱とかどこにあんのっていう。こっちか、あーあったあったあったけど取れん、これいけないの。まあしょうがない、よしゲージを増やそう。これ鉄鉱石、こっちから行けるとか、全然違うし。あそこだよね、宝箱。こっちにもあるんだよね。ああ、これはすぐ取れそうだな。赤き指南書、シン。おお、いっぱいいるいっぱいいる。まとめて倒す。え、マジにいっぱいいるな。降りよ、あの宝箱は、そうか、取れなかった宝箱だから、このままこっち行くか。お、外回路に出たな。そうだね、いい眺め。もういい眺めとか言ってる暇ないんだけど、
こういう外回路を歩くとあれだね、イース1のダームの塔を思い出すね。お2レベルになった。これ取りたい。ほら取れない。まあいいや、こいつはめちゃくちゃ鉄鉱石、お父さん鉄鉱石でできてんのかな。これは輝くか、伊達か樹脂。こっちはいけない。お休憩、セーブポイント。いやセーブポイントじゃないけど、毎回セーブポイントって言っちゃうな。いやこれ絶対ボスでしょうあいつ、ちょっと一回セーブをします。よしじゃあ行きましょう。絶対動くよ。なんでさ俺たちが近づいたらさ動くの。強そう。しかもエクスメーテル守護騎士。まずはちょっと様子を見て。おーっと、後ろを取れば基本大丈夫かな。お、なんか光線を打った。これはあれか、一点。ちょい、まずは必殺技を使っちゃおう。一回これあれか、なんだっけ、変身じゃなくてあの1使うやつ、あれ使ってからやればよかったな。これ押せるね。ここだけ気をつけよう。ほらちょっとこうパチパチいってる。これだ。ほら全ての力を解放する。これ使うとやばい、ちょっと待って。ポーション使おう。あれなんか状態異常になってる。もうそろそろで終わるはず。うわ凝った凝った、ちょっと待って待って、ゴー技使えば終わりだけど、ちょっとあと少しかな。これコンボだ氷からの光線、意外にヒールポーション最後使うな。あいつらいつまで殴ってんだ。爆発に巻き込まれるぞ。特にコメントなしか。宝箱、始祖鳥の翼。それはリフォーグだよ。強大な履力を封じた装飾品。これ多分装備するんだよね。どうやって装備するんだっけ。なんか久々で。始祖鳥の翼、二段ジャンプができるようになるリフォーグ、届かなかった、高所へ登れるようになると。まあ、二段ジャンプはダーナでやってたからね。どうすんだっけ。装備だっけ。装備は普通の装備か。編成じゃないよね。アイテムか。で、冒険具。これ、いいか、とりあえず。てかさ、別に装備しなくてもさ、もう全部。体が軽くなった。
いつもより高く飛べるはずだよ。さ、試してみよう。これさ、2段ジャンプしないと帰れなくね。今始祖鳥の翼手に入れたからいいけどさ、まあ、次の人とか来るかどうかはいないと思うんだけど、次の人がさ来た時さ帰れねえじゃん。始祖鳥の翼俺たちがパクったから。でこっちかな。あと回復してこい一回。あ、回復してあるか。ちょ待って、なんだ。余計な行動を取ってしまった。一回回復してで行こう。でこっちか。あれで、あれ行けない。あ、これか。どこに？あ、これね。ジギタリス。ここを壊して。いや、この塔マジでかいわ。いや、ダームの塔に比べれば多分全然だろうけど。また上にな、敵のあれがあるね。うお、いっぱいいる。え、なんか最近よく凍るな。ちょっと待って、これってさ氷溶けるまでさずっとこのまんま、まあ道具使えばいいんだけど長くない？これか。結局これだけか。反対側は？バト君なしか。向こう側にもいたよね。で、登っていくと、あ、そういえば2段ジャンプできるようになったからあれだったな。取れなかった宝箱も多分取れるようになるんだと思うけど、これあっち側行きたい。とう氷薬か。まあさっき1個使ったからね。こっち側には鉱石と。ん？下に降りるけどこっちでいいのか。この階層は歴史の研究をしていた場所じゃないかな。なんでわかんの？エタニアの建国を描いたものだね。アドルも。ああ、そういうこと。壁画？そんなあった。戦闘をしないといけないからさ、見てる暇ないんだよね。今また怒ってったよね。うん、なんかぽいとこんでたけど。宝箱、フルポーション、よしよしよし。フルポーションとか手に入れるとさ、あれ？これどこ？瓶も一緒に入るからね。あっちにごっついマンがいるな。え、こっちじゃなかった？あ、あっち側に行けってことね。これもリコッタちゃんにしてこう。ちょっと待って。よし。よし、倒れたか。仮面が外れてるね。履力石みたいなのを手に入れた。捕捉された。ルッタをまとめて。で、また外に出ると。で、こっち側はいけないから、こっちか。こいつら多いな、行ってー。待って、おお、またこいつか。何が強いんだっけ。
完全にあれだな、ゴリ押してるな。オスプレイ来た。やはりこいつは結構いいの持ってんね。宝石野郎とはわけが違う。また敵の地帯だな。まずは横から攻めるか。いやこれすげえアイテム手に入ってんな。あっち側にはいけないか。でリコッタにしよう。うわゲージがない。なんか溜めてる。スプレー威力走行。なんかあるね。回す。磁力を使った認証装置。上の階層には許可がないと入れない、まあ、巫女様だからね。あ、そうやって認証するのね。なんかさ、上のさ緑色のところに手を当てるのかと思った。おお、壁が階段になった。っていうかほんとめんどくさい研究施設だなここ。設計者誰だよ。マジ欠陥だよこれ。使いづらすぎでしょう。でまたあっちの敵がいるね。よしブレイク。宝箱が上に見えるけど、合質繊維、これはなかなかいい素材っぽいな。ここもあれか。取ったも暴れてんな。で宝箱を取ってリムの花。おお輝くね。あこっちか。また装置か。箱には何も入ってない。この箱もぶっ壊して、こっちに宝箱。宝箱が先。テクタイトこう回すってさ。履力で回すからね。履力ってさ、なんか使ってると疲労感とかないのかな。マジックパワー的な。いやこれもう一個あるぞ。上に壁が。なんであいつジャンプしてんだ。え、どうやって帰るんだっけ。こっちでいいのか。どっちだ。とりあえずこいつらを抹殺しよう。装置装置。あ、ここに敵がいた。隠れてたな。ここも敵のワンサがいる。基本的にさ、これはあれだね、なんか強い技を一つ使ってればなんとかなるからね。お竜の効果みたいな。あれ、あ、こっちか。
また怒ってった。よく怒ってくな。手に入れたか。3つ目か。何個あるんだこれ。多分3つだろうけど。もう離力が尽きてしまったみたいな。私じゃ動かせないって。あれもう1個あるもしや。いや壁なのか階段なのかちょっとこの画面だと見づらいな。だいぶすっきりしてんな。もう1個あるわ。あ、しかも正面に見えた。多すぎでしょこの装置。研究者も大変だね。これ全部認証していかなきゃいけないんでしょ。もう当時の人たちはマジ何考えてたんだ。これでも人によってさ、最後まで認証できないとかあんのかね。君の権限じゃ3つまでだみたいな。3つまで認証したところでさ、一番上までいけないかんね。しかも回復ポイントがあるし。ここか。宝箱があるね。え、どこだ。あそこか。ちょっと一回降りよう。あ、そりゃこっち側来てなかったもんね。ここはなんか飛び降りると戻りそうだから。蛮族の腕は。で動かす。いや動かすってさ。何を動かしたの。これ動かすとどうせまた下に降りちゃうからね。うわー、なんだよこいつ。またセーブしとけよかった。まあ大丈夫か。なぜ接近しただけで浮き出すんだ本当に。カルベロス、楽譜の番人。うわ絶対レーザー砲入ってくるよあそこから。あれ、おお、ちょっと待って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 。え、ああ、おお、ちょっと待って。ああ、あれあれあれ、おお、落ちた。これか、これを壊せってことね。なるほどなるほど。おらおらおら。よーし、ぶっ倒した。あ、これあれか、これ使ってザザザを使おう。めっちゃ減るんだけど。これで決める。いやほんとめっちゃ強いわ。あ、もう戻ってしまったか。でまたこれが復活すると、この繰り返しか。多少のものはいいよ。おお、風で吹っ飛ばされる。ゴリ押そう。あれか、隆起を使ってるからゲージの溜まりが遅い。これさ、ぶっ倒すってやっぱ減るね、めちゃくちゃ。これで終わりじゃん。強くはなかったな。これさ、もう落石に巻き込まれてるのと一緒だよね。で先へ進んでいきますか。
このエレベーターもすごいよな。お？塔の最上階。あの石板は何だい？モノリス。オケアノスの情報もあれに収められている。 SD カード的なやつかな。リリコを注入すれば欲しい情報が浮かび上がる。いや、はるか昔の古代文明なんてさ、そこら辺に転がってるからこの世界は。持ち運べる大きさのものもあった。まさに SD カードだな。ここにあるのはメインサーバー的な感じかな。モノリス、どれもかなり破損している。真ん中のさ、これはいけないし、とりあえず正面のやつから調べてみましょう。このモノリスはどうかな。オケアノス、非常に貴重な荒い粒子で、縄張りに入る者は船舶すら攻撃する。航路に彼らの縄張りが作られた場合、討伐するほかないが、これが困難を極める。海中を高速で回遊する彼らを捕捉するのは不可能に等しいからだ。ただし、彼らは縄張りに住処を築き、一定の周期でそこへ戻って休息を取ることが分かっている。その住処で休息している間こそ、攻撃を仕掛けるには絶好の機会といえる。オケアノスを討伐するには、まずその個体の住処を見つけ出し、そこで待ち伏せるのが最善なのだ。なるほど、住処さえ見つけ出せば活路はあるというわけですね。希望が見えてきたじゃねえか。問題は住処がどこかということだが。残念だけど、さすがにそこまで記録されていないみたいだね。縄張りを持つということは個体ごとの住処があるのでしょう。ロンバルディアを沈めた個体の住処は自力で見つけるしかなさそうですね。あれ、やっぱり調子悪いな。これは何の情報が映し出されているのですか？うん、これは始まりの大樹に関する情報だね。始まりの大樹、ダーナの寺院にあったあのでっかい木のことか。信仰の対象だったようですが、どういう言われがあるのでしょう。
そういえばきちんと説明したことがなかったね。始まりの大樹は命あるものに進化を促す存在とされているの。お？進化っていや最近どこかで聞いたような。前に楽者ね説明してくれた。確か生き物が世代を重ねて変化していくことだったか。ええ、それを司るのが私たちの守る始まりの大樹。代々の巫女が大樹に祈りを捧げ、その恩恵を最大限享受する。私たちエタニア人はそれによって粒子から進化した存在なの。おいおい、粒子っていや古代種のことだろ。ダーナネーのご先祖様、古代種？うん、実はその通り。エタニア人の力が強かったり体が大きいのはその名残だね。そういうことでしたか。おかしな話ではありませんね。私たち人間も進化を重ねて今の姿になったとされていますから。そうなのか。ダメだね。どうやら完全に壊れちゃったみたい。うう、残念無念。だがひとまず有益な情報は得られただろう。ええ、オキアノスの討伐に向けて一歩進んだのではないでしょうか。アドル、一旦漂流村へ戻って今後の対策を相談しましょう。オケアノスっていっぱいいるんだね。こういうのはじゃあ全部ぶっ壊れてんのかってか、そもそもあ、いけたか。完全に壊れている。なるほど。で、これは戻るところか。てか、これ地図で戻れるよね。おお、探索率 100% になってる。バカのシャトー宝箱、あの1個取ってないのか。まあそれはしょうがない。じゃあ漂流村へ帰りましょう。あれ？みんないなくなってる？霧がちょっとかかってる感じもするし。妙な霧。おい、沖を見るんじゃ。あ、人いたか。みんな集まってるのか、どっかに。今度は見間違いじゃなさそうです。どこどこ、私も見る。何か見えるのか。残念なことにな。ただの見間違いじゃなさそうだ。そいつって急いだ方がいい。
はい、というところで、じゃあ、この上から何か見えるみたいですけれども、それはじゃあ次回やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。